お城の前でやるという,、ね、こうスケール感しかもね、あのーまあ、大阪城公園自体はまあ広々としてるところですけれども、まあ、やっぱりねなんかね皆さんきっとご覧になる方は大名気分になるんじゃないかというねかつて秀吉もそうやって見てたかもしれないし秀吉が見てるってことは諸大名もそこに集まって見ていたかもしれないというねそういう意味では本当にお城をバックにしかも割合こう。 ライブ感を楽しめる空間で、ね、あのだだっロいとこでやるわけじゃなくて非常に空は広いしお城も大きいんだけどなんとなくこうライブ感はきっちりと出る会場の広さにしてあるのでねそういう意味ではこうも,うものすごいダイナミックに見えるんじゃないでしょうかね。 やっぱり、ね、あの自然の中に溶け込みながら見るというところじゃないでしょうかねあのもちろん劇場であるとかこのような能楽堂ですと非常にこう、まあ、密閉感もあるしそういう意味で言うと緊張感っていうものがすごくこういい意味でねあのビシビシと感じるところですけれどもまああの「滝のっていうのはもうちょっとこう本当に空の色も変わるし風も吹いたりやんだり撫でるように吹く時もあればスッと吹く時もあるし。 まあ、鳥の鳴き声も聞こえれば何か周りの菌がそよいでる時もあるとか、まあ、そんなねあので月も出てきたりとか曇ったりとかっていうこともあって、まあ、そういうなんかあの自然と一体化してご覧いただきたいですよね。しかも、まあ、能の林であるとか我々狂言の演目というのもなんて言うんでしょうかねそういう,こう自然の一部。 としての人間存在であったりまた我々人間存在だけでないものをこう演じるわけですねまあ花鳥風月それをそのまま演じることもあればまあおだったら亡霊を演じるということもあるし我々だって人間もたくさん演じますけれども時にキノコや 馬や牛も演じたりとかねお猿さ,さんも演じたりとかっていうそういう神羅万象の中で人間存在を考えるというのがまあ脳狂言の世界ですからまあそういう意味で言うと大いに神羅万象をですねこうの一部だっていう,こう感覚を取り戻しながら見ていただくっていうのがいい感じなんでしょうかねまあ見たいように見ていいんですよあの美術館に行ってまあ絵画見たときに 全部が分かるってわけでもないしあの分からないことにあんまりこうんですね。何か感じるっていうことが重要ですからまああの最初はとにかく「林」っていうものがなんかちょっと普通聴いてるビート感のあるものと違ってどこにビートがあるのかつまり「白」があるのかっていうのが分かんないなって。 で気持ちよくなって寝ちゃうってこともあるかもしれないけどそれはそれでいいじゃないっていうふうに思ったらいいと思うんですよね。それから衣装だってまあものすごくあの凝ったものを使うわけですね斧だったらやっぱり金箔やら織物としての価値観があるし狂言ですと逆に言うとまあ染めのね朝を染め抜いたりっていう大胆なあのポップアート的なあのデザインがあったりとかまあそういうまあ美術的なところを 見てもいいしそしてまあやっぱり基本はね我々ドラマを演じているっていうことであるからまあ大方のストーリーっていうものはちゃんとあらすじで解説もありますからそれがどういうふうに進行するのかなっていうで小野ならこういう進行をするのだ狂言だったらこういうふうに進行するのだなんかまあそうですねこう本当小野だったらやっぱり絵画を見るような何かこう抽象的に感じればいい。 狂言だったら逆に言うと本当にもう身近なこの辺りのものでござるって自分のことを紹介するもう身近なそこら辺にもいるあなたかもしれないみたいなねあのこの辺りの者たちがまあ生きていると結構なんかいろいろしちゃうわけですよね日常ちょっと飲みたいなと思って普通の人は我慢するけど狂言に出てくる人は皆さんの代わりに飲んでくれちゃうわけですねいけないこともしてくれちゃうとかってそういうようなところで。 こう共感できたり笑っていただけるっていうことがあったりするのでまああの本当に自由に伸び伸びと見ていただければと思いますもちろん解説というかねそういうことも、えー、多分あるじゃないのイイヤホンガイドもあるんでしょそう,で、ねね、そういうのがあるからもう,ににかなぼうですよ、まあ、特に小野はねやっぱりあの主人公がどういう人ぐらいなこイメージを持てるかっていうのは重要ですね。まああの 表現もうんものまね芸から発信した発展したとも言うんですけどまあ演技にするとモノまねなわけだよね,ね本人そのままなわけじゃなくてどっかにいる家庭の人物というかね、はい、仮説の人物みたいなものを描くわけでお能の場合は「源氏物語」とか「平家物語」とか「伊勢物語」とかっていうそういうコマ超ロング ベストセラーみたいなもののの主人公を真似するのね簡単に言ってしまうとね狂言、うん、の方は逆に言うとどこにでもいそうな人を真似するっていうそういうまあ違いがあるわけですけどもまあだからあるあるになるし、まあ、おのだったらやっぱり光源氏って言ったら、うん、例えば「あ二枚目でマザコンで」とかまあいろんなちょっとすごくモテ男なんだけどコンプレックスを持って育っているとかっていうような例えば「 まあそういうい解釈をした上で見るとかね尾野の小町なら絶世の美女ですし平の友盛だったらやっぱり壇の浦で吉経に負けて沈んでった人であるとかっていうそういうことぐらいはやっぱり、あのー、せっかくならねあの紐解かれたらいいと思うんですよ。別にそれなんか難しい歴史書を開く必要もなくて漫画日本歴史でも何でもいいんじゃないかと思いますけど <laughs> 知性と、それから技術とそれからそうだな皆さんをまとめる力というかそれも押し付けるのではなくてね非常にこう融和的な、えー、感覚をお持ちなので、まあ、そういう意味で本当にあの人が集まるしあの充実感をいつも感じさせていくる。 くださるなといいう気はいたしますねそしてまああの本当にあのもう国宝にもなられて文化功労者でもいらっしゃるわけでねあの、まあ、本当に特に大阪という地域に対してこれだけの学を発展させたという功績は本当にね素晴らしいものがあ,ありあのだから私もホイホイと。<laughs> とと大阪を来るわけですよねそうじゃないと面倒くせえなとかね3日間も行ってられねえなとかって思っちゃうところもあるんですけれどあのまあそういう意味でのカリスマっていうかねところがおありですしまあそうですねやっぱり能は面白いっていうことを分からせてくださった先生だと思いますね。 君のことに関して言えばまあ,あのそういう先生のもとで本当にこの子のが好きなんだなっていうことがねあの手に取るように分かりますよね「好きこそものの上手なれ」というかねまあ,あのそういう意味で言うとそうだなまあ軍を抜いたね あの存在感を放っていますよねで、まあ、あのもちろん身体性も非常に優れているし音感もいいし舞台度胸もいいしそういう女性構成もありということでね、まあ、今若干今年で22で、ねね、22歳でもうすでにプロデューサーもやってるっていうねうまく信じがたいところがありますよね、まあ、あのそういう意味で本当にこれから、まあ、農学界を引っ張っていくね あの一員になっていただきたいしならなきゃいけない、まあ、大月家のねそういう一員というふうになってるわけですから、まあ、本当に権威者になっていただかなきゃいけないという意味で、まあ、私も微、まあ、力ながらあのサポートしたいなと思っています。